ミュージアム駅はニューサウスウェールズ州遺産登録に登録されているオーストラリアのニューサウスウェールズ州シドニー CBD にある通勤列車の地下駅でシティサークル線の駅の一つでありハイドパークの南端に位置しているシドニートレインズの T2 インナーウエストレッピントン線 T3 バンクスタウン線 T8 エアポートサウス線が乗り入れている駅名は 金傍にあるオーストラリア博物館から付けられた。ジョン・ブラッド・フィールドにより、戦艦機関役古典主義建築の様式で設計されたこの駅には2面のプラットフォームがあり、いずれも長さ158.5メートル、幅3.8メートルあって、幅14.6メートルのアーチ構造の下に置かれている。ミュージアム駅の標識類や所々に、 栗色のハイライトが配されたクリーム色のタイルバリは当時の典型的なロンドン地下鉄の駅を思わせるものであるが大きなアーチの下の中央に線路を配するレイアウトはより古い時代のパリのメトロに近いものである。1990年代にエアポートリンクが建設されるまでこの駅は島式プラットフォームがないシドニー唯一の地下駅であった。 この駅はセントジェームズ駅と同時の開業し、共に駅の標識類の円形を取り入れた衣装などがロンドン地下鉄に似せて作られているなど共通点が多い。ミュージアム駅は1926年12月20日にセントラル駅からセントジェームズ駅まで当時のイースタン式線が開通した際に開業した。1956年1月27日に シティサークルのループ線の一部となった。駅の主な出入り口は、エリザベスストリートとリバプールストリートの角に一致している。これとは別の出入り口は、シドニーサガンでできたファサードが特徴となっており、この出入り口は、リバプールストリートとカースルレイストリートの角に一致している。この出入り口は、かつて百貨店マークホイズであった。 ニューサウスウェールズ州地方裁判所ダウニングセンターの地上階の一角にある。この他にもエリザベスストリートとバサーストストリートの交差点の3つの角に出入り口がある。この駅は建設当時の写真が多数残されており、駅構内の歩行者トンネルには写真による駅の歴史が展示されている。プラットホームには様々な時代の広告が掲示されている。 2015年5月27日、エリザベスストリートとリバプールストリートの角にある、ベイリ口に、地上とコンコースを結ぶエレベーターを設ける工事が着工し、さらにプラットフォームまでのエレベーターも設けられた。ありがとうございます。